日本にいる時のインド人の特権。前の職場にいたインド人、仕事の関係上インド人が非常に多い職場だったんだが、彼ら割と普通に牛肉食うんだよね。牛丼とかいいの？と聞くと、日本の牛は神様じゃありません。なので美味しくいただけます。日本は本当にいい国です。と嬉しそうに。あとカレーも普通に食う。社食はインド系の人が食べるのを考慮してか、ほとんどの日がチキンカレーなんだけど、外で一緒にカレー食うと普通にビーフカレーも食う。本場のインド料理とは違いますけど、これはこれで美味しいです。とのこと。物価が高いこと以外は、食事も美味しい、治安もいい、と非常に日本を気に入っているようです。先祖が忍者。アメリカ人は忍者を過剰評価しすぎ。なんかスーパーマンみたいなものだと思ってる。俺、日系移民なんだけど、体育の時に肋骨ひび入れたのね。成績に響くから次の授業から復帰したんだけど、体育教師が心配だし危ないから休めって言うから、ああ、先祖が忍者なんで大丈夫ですって言ったら、そうかって納得された。都会でもこのレベル。マジで。